よー、久しぶりの出番だー。開始早々うるさいなお前。だって私最後に動画出たの5ヶ月前よ5ヶ月前。まあそれ以来はあいつら2人がずっと動画に出てたしな。ようやく出演できたことだし早速実況していきましょう。てかさっきからなんか大事そうなムービーが流れてるの気になるんだが。落とした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。お、かわいいお姉さんこんにちは。よかったら私らとお茶しない？なんか向こうそれどころじゃないみたいだぞ。人の子のおごりに終焉を。ちょっと何言ってるかわからないですね。私からは一旦精神科をおすすめします。すまん、一旦黙ってくれるか。やば、通知来た。ヒットケアホか。どっちか選ぶみたいだな。まあ私は可愛い女の子なんで左かな。吸血鬼のババアがなんか言ってら。それはお前もだろ妹よ。おい、何勝手に自分の名前にしてんだ。ころってのか。え、そんな切れるの？カルシウム足りてる？てかさっきからムービーなんしてんの？これまだ1話目なんだけど。なんかもう一人変なのに吸い込まれてるぞ。男はどうでもいいんだ、すまんな少年。みんな硬派絶対なるなよ。その後なんやかんやあり主人公も捕まりました。めでたしめでたし。全然めでたくないわ。こうして見知らぬ神が私の兄空を連れ去っていった。そして私も神に封印され、本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた私たちはここで囚われの身となった。兄ってことは主人公妹だから私じゃね。ギグリということで後で主人公交代ですね。私の異世界ライフが。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよってた。2ヶ月前あなたと出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぜ。そろそろ出発の時間だ。ということで、今まで長々とムービーを見てきましたがね、今回から実況していくゲームはこちら。原神というものです。容量の問題で少し失踪するかもだけどな。第1話から何言ってんだお前。このゲームは RPG なんですが、とにかくグラフィックやキャラがすごくてですね、容量空分かなり作り込まれてます。結構ストーリーとかも本格的で面白いらしいぞ。とまあそんな原神ですが、普通にやっても今更面白くないですよね。ってことで今回原神をやるにあたり一つ縛りを用意しました。マジで聞きたくないが一応聞いてやる。何を縛るんだ？男キャラ一人旅です。ということで早速ですが発表していきます。今回行っていく縛りは一人旅縛り。その名の通り一人のキャラだけでストーリーの全クリを目指すものです。今回の縛りでは序盤に入手できるあるキャラを使っていきます。わあ、一体何が嫌なんだろうな。ですがこのゲームには元素というものがありましてね、その元素のキャラを持っていないと先に進めないことがあるんですよ。できる限り一人だけでやりますが、そういう時は仕方なく他のキャラを使いますのでご了承ください。あくまで戦闘のみということです。ということで今回はそのキャラをゲットするまで進めます。ここから西へ行くと、自由の都、モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で、七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前なら、そこで神の手がかりを入手できるかもな。ということで早速モンドとやらに行きました。道中弓矢の人やドラゴンにも会いましたがカットで。え、なんか急に実況権奪われたんだけど。お前に任してると動画がいつまで経っても終わらないんだよ。それにしてもすごいグラフィックね。容量の問題で画質最低にしてるのにこれはやばいな。少しカット。ちなみにこれがさっきやった弓矢の人です。風とタンポポの牧歌の城、自由の都、セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。いえいえ、それにしてもあなた可愛いですね。お茶でも。うるさい。はい、すみません。さっき猿を一緒に駆除してあげたお礼に風の翼とやらをゲット。どうやら空が飛べるようになったみたいね。移動面でしばらく重宝しそうだな。少しカット。風が強くなってきたぞ。まあここ風の都だしね。よー、あとちょっとで見えるぞ風よって。調子乗ってすみませんでした。ロードラゴンだ。見た目的にさぞかし強いんだろうな。げはぁ、これはひどい。その後なんやかんやあって騎士団に褒められました。多くの人も可愛いな。みんなまとめてお茶会でも開きましょうか。もう突っ込まないからな。そしてさっきのドラゴンが来た理由が神殿らしい。放置されてるから怒ってんのかな。ということでその神殿を3つ掃除しに行くことに。てかさっきから今回の主役がちらっと映ってますね。それに関してはノーコメントで。ということで神殿へ到着。それではとうとう主役との対面です。来たか。近くに来てくれ。
何か匂う。くんくん。ガイア先ちゃんと風呂入ってる？そういうことじゃないだろ多分。ということで早速お掃除開始だ。これが終わったらガイア先輩ゲットできるからね。さっさと終わらしましょう。キャラはなんかガチャ回したら当たったこの2体で行くぜ。どうせこれ終わったら使わないけどね。さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。あれもう使えんのか。こいつら出番数秒ってマジ？まあ使えるなら今からガイア先輩使うか。突き当たりはあそこらしいわよ。推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。じゃあ急いであそこに向かうぞ。あいつらはフランザカットした猿たち。さっきの弓使いの人と倒したからもう楽勝だぞ。長年後片付けをしてきた経験だよ。おガイアさん強いな。ちなみに冒頭で言ってた元素についてなんだけどさ、ガイア先輩の元素は氷だから氷属性の攻撃ができるよ。他にも水を凍らしてその上を歩くこともできるわ。意外と有能なんだな氷って。少しカット。もうすぐ突き当たりにたどり着くわね。俺この戦いが終わったら結婚するんだ。あからさまな死亡フラグ立てんなアホか。さすがにかわいそうだから最後に少しだけ使ってあげよう。可能性はある。おお、いい動きするじゃないか。いやそれほどでも。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。ほぼ先輩が戦ってたけどね。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。まあこれから嫌というほど使うけどな。いい酒場を知ってるから、そこでもいいぞ。それよりお茶しません。とうとう誰でも良くなったか。なんとか収穫はあっただろ。フーマリオから遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくすきそんな。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。というわけでガイア先輩ゲットだぜ。これからよろしくね。というわけで今回はこの辺で終わります。早足で申し訳ないですが次回からはしっかりやるので許してね。それではまた次回でお会いしましょう。バイバイ。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ